僕がお母さんから初めて殴られたのは小学6年生の時なのだ。少年ジャンプのエロいページで腹筋をしているところ見つかってしまったのだ。お母さんは雷鳴のごとく怒り狂い泣き叫び、僕を何度も何度も殴ったのだ。そして次に僕がお母さんから殴られたのはその翌日なのだ。少年マガジンのエロいページで腹筋をしているところ見つかってしまったのだ。お母さんは原子爆弾のごとく大爆発し、部屋中のものをぶっ壊しながら僕が血を吐くまで僕を殴り続けたのだ。そんなことがあって僕は腹筋をするという行為はものすごく悪い行為なのだと刷り込まれたのだ。腹筋をすることは大罪なのだ。腹筋をする者はその身に罰を受けなければならないのだ。もう二度と腹筋なんてするまい。僕は固く誓ったのだ。その翌日、僕はまた腹筋をしていたのだ。どんなに悪いことだと分かっていても、見つかれば重い罰を受けると分かっていても、12歳の僕には腹筋をすることを、一日だって我慢することができなかったのだ。僕はコロコロコミックを買ってきて、エロいページをきれいに切り離し、ファイリングすることでオリジナルのエロ雑誌を作り、それで腹筋をしていたのだ。そして湧き上がる快感と背徳感とともに絶頂したのだ。その瞬間を今度はお父さんに見つかってしまったのだ。また殴られる。お父さんはプロボクサーなのだ。きっとそのパンチはお母さんのよりもずっと痛いのだ。そう思うと先ほど発射した体液と同じくらいの勢いで体の奥から涙が噴き出してきたのだ。とてもとても怖かったのだ。でもお父さんは僕を殴らなかったのだ。静かに歩み寄ると僕の涙と白い体液を優しく拭い、腹筋をするのは自然なことだよ、悪いことじゃないよと言って僕に微笑んでくれたのだ。僕はお父さんに抱きついて全てを話したのだ。腹筋をするのがやめられないこと、お母さんに見つかって殴られたこと、少年誌のエロいページだけを集めた自作の編集版がセンスの塊であること、お父さんは驚いて目を丸くした後、お母さんと話をしてくると言ってくれたのだ。そしてお父さんとお母さんは僕に対する性教育の方針をめぐって激しい口論を始めたのだ。二人の主張は真っ向から対立し、口汚いバリ雑言の嵐となったのだ。そしてブチ切れたお父さんはついにお母さんを殴ってしまったのだ。一発 KO だったのだ。お母さんは顔面を複雑骨折し、全治5ヶ月の重傷を負ったのだ。その後二人は離婚することになったのだ。お父さんはお母さんが僕を殴っていることを公にし、自分が親権を取ろうと頑張ったけど、裁判所はお父さんの主張を一切無視して、あっさりとお母さんに親権を渡してしまったのだ。その上、お父さんがお母さんを殴ったことを問題視し、お父さんに僕と面会することを禁止したのだ。お父さんは日本の司法に絶望し、鬱となり、間もなく身を投げてしまったのだ。こうして僕はこの世で唯一の理解者を失ったのだ。中学生になった今も僕は腹筋をすることをやめられず、お母さんに隠れて毎日何度も腹筋をしているのだ。そして頻繁にお母さんに見つかってその度に殴られているのだ。僕の体は全身あざだらけの傷だらけなのだ。そして心の中はさらに深く重く傷ついているのだ。それでも陰部はすぐに硬くなるし、どうしても腹筋はやめられないのだ。僕はこれからもお母さんに殴られ続け、きっとそのうち殺されるのだ。
僕を守ってくれる人はもう誰もいないのだ。